今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。はい、今日は京都駅の構内にあります新幹線の入り口の手前にあるスパイシーマサラさん行ってまいりましたよ。厚切りとんかつカレー980円です。とんかつが厚いんですよね。まあどっちかというと僕はカレーには薄切り派なんですけども、今日はなんか血迷って厚切りを食べてしまいました。この端っこが好きなんですよね。なんかいつも同じこと言ってる気がしますが、とんかつの端っこって油がこう いっぱい乗っててっていうか、非常に甘い感じがするんですよね。で、ここのカレー屋さんもこのチャンネル、もう5年ぐらいやってるのか、その中で何回も出てきてると思うんですけども、そこらのチェーン店よりちゃんとスパイスがちゃんと効いてる感じがするんですよね。トマトのうまみもちゃんとありまして、すごい真面目に作ってあるカレー、多分チェーン店だと思うんですけれども、すごい真面目に作ってあるカレーだと思います。このカレーほんま僕好きなんですよね。らっきょがねでかいんです。なの でそれも取り放題なので、ちょっとねらっきょサラダ代わりにちょっと餃子食べてしまうんですが、なのでお腹がいっぱいでもおやつ代わりに食べてしまうくらいの勢いのこれ、いやこの日はちゃんとあれですよ、厚切りとんかつなんでお昼ご飯にしたんですけどね。ということで、スパイシーマサラさんでございました。今日食べた、ちょっと待って、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。最近プレミアプロに変えまして、編集ソフトを、字幕をつけてるんですけど、これどうですかね。やっぱあった方がいいでしょうかね。